ご視聴ありがとうございます。これよりお送りいたします作品は、野村鼓動作銭形平次捕物控えより万両息子。この作品は昭和28年1953年オール読み物1月号に掲載されたものです。それでは本文をどうぞ。第一章。世の中には変わった野郎があるんですね、親分。ガラッパチの八五郎はまた何やら変わった噂を持ってきた様子です。大抵の人間は自分は世間並みより変わった人間だと思っているよ。銭形平次は相変わらず鼻から茶化してかかります。結構な冬日向、何がなくとも豆ねじに出がらしの番茶。おしずは目立たぬようそっと滑らせてお勝手に引き下がると、昼下がりの日を膝に這わせて八五郎の話は面白く弾むのです。深川入船町の鍵屋源兵衛、親分もご存知でしょうね。大層の新商だってね。あいにく親類でも何でもねえが、明暦の大火でうんと儲けて江戸一番の材木屋になり、その上名字帯刀を許されて日光山の御用も務めると聞いたが。銭形平次もそれはよく知っております。後の世の奈良も気分とともに百万両の富を積んだという江戸防府殿中の一人です。そのせがれが噂の種で、深川中で知らねえものはあれやしません。白い江戸にもあんな息子は二人とあるねえと。親孝行でもするのか。なんでもねえ、金持ちの子に孝行息子なんかあるのですか。何しろ甘やかし豪勢に育てたのは年頃になって遊びを覚えたからたまりませんよ。辰巳芸者を総なめにして、この説は吉原まで荒らし回る。達者だな。名は何と言うんだ。万両さんで通ってますよ。万両武元の息子だから万両息子。はっきりしていますわ。もっとも親のつけた名は半次郎と言うんで、人間が半端だから半次郎。これも理詰めで。話はそれっきりか。金持ちのバカ息子がバカ遊びをしたところで俺はおかしくも面白くもねえよ。平次は相変わらず気の乗らない様子です。それが一通りの女遊びじゃねえんで、関わり合ったという花魁も新造も芸妓も素人衆までいちいち二の腕に自分の名を彫らせるというから大したもんでしょう。一人の客に名前を彫られちゃ商売人は上がったりだろう。そこがそれ金のありがたみですよ。身請けをするほど金を積むと大抵の女は嫌とは言わねえそうですよ。その掘った跡が落ち着くとすぐ急で焼き切る。熱い商売だな。あの世界には女に小指を切らせる無法たらしい男だってあるんだから、掘り物なんか優しい心中立てかもしれませんね。その万両息子はさぞいい男だろうな。お目にかけてくれ。当眼を水ぶくれにしてこの城の合わせを着せてお本とやらかすとちょうどあんな具合。手数のかかった色男だな。眉毛が薄くってあるかなきかのお団子っぱなで、二十歳の白雲頭で青びょうたんで赤目で、まるで五色息子だ。その上五尺八寸というのっぽで、足袋は十三文高高、鼻へ抜ける甘酸っぱい恋。底辺な息子ですよ。もっとも力もあって腕もできる。そんなのは友達にしたくねえな。ところが使い切れねえほど金があるから、どこへ行っても鳴平阿村のおとりでございだ。たまらねえな。親分だってそう思うでしょ。大抵なら見て見ぬふりで行儀の悪い野良犬だと思っていれば済むことですが、ここに一つ。ここに一つと膝を立て直したね。勘弁ならねえことでもあったのか。ありましたよ。女道楽が高じて変な野郎だけじゃ済まねえことになりましたよ。何をやらかしたんだ。心中ですよ。心中。万両息子が心中をしたというのか。平次も肝を潰しました。
神獣などというものは金持ちで悪情で、この世の栄華に未練のある人間のすることとは思われなかったのです。ところがやらかしたからお話になるでしょう。万両さんの半次郎が思うには、女という女はみんなチヤホヤしてくれるが、どうも心の中は当てにならねえ。足に惚れてるんじゃなくって、ばらまく金に惚れているとしたら我慢がならねえことだと。そこまで気がつきゃ大したもんだ。それを試してみるには心中話を持ちかけるほかはねえ。大変なことを考えたもんで、差し当たり人見悟空に上がったのは、近頃熱くなって通っている深川の踊り子、辰巳で一番と言われた美濃屋のおさゆという子ですよ。災難だな。こいつはいい女だ。少しピンシャンするけれど、色白の素顔が自慢で、浮気っぽいが何とも言えねえ情愛がある。そのおさゆがしともあろうに万両さんに心中の相談を持ちかけられた。断ったこったろうな。そんなバカなこと、何が不足で死ぬ気なんか起こすんですと聞くと、万両さんの言うことには、実は親の金を使い込んでなどと世間並みの訳を話したが、おさゆはまるっきり本当にしねえ。当たり前だ。で本当のことを言うが、気に染まぬ嫁をもらえと親の無理を断りかねてと言うと、その子をもらいなさいよ、願ったり叶ったりじゃありませんかと、おさよはこれも本当にしねえ。で、ところがおさよの方にも軍師がついていましたよ。ヤクザの猪松という男で、万両さんの半次郎の心中話はみんなおめえの神体を試してみる狂言だ。川へ飛び込めば下には船が待っていてすくい上げてくれるし、往来の松の枝に首をつればそっと後ろから抱き上げてくれる黒子がついている。安心して心中の相談を受けろ。その代わり死んでから後に借金も残したくねえし、母親に苦労もさせたくねえから、借金を払って母親の老後の小遣いにせめて500両は欲しいと言ってみろと、こういう知恵をつけた。ありそうなこったな。八五郎の話のバカバカしくはあるが、常識を飛躍した面白さに平次もついつい膝を進めました。さて、500両という金をせしめると、おさよはおふくろも借金もあれやしません。早速万両さんと心中の支度をした。浄瑠璃の文句の通り、覚悟の強肩びら、首には水晶の数珠をかけて、そのまま舞台に押し出せそうな晴れこそで、男の方もそれに劣らず銭に明かして死での晴れ着だ。とがきは細っけえな。お約束は両国か永代だが、それじゃあ橋から水肌まで高すぎて危ねえからと、飛び込む場所は元柳橋と決めた。ところが心中にはおあつらいの出がたりがなくっちゃと、出入りの太夫に言い含めて八軒堀の埋め立て地に出ばらせ、信頼をしとくされ。冗談じゃねえぜ、バカバカしい。この寒空に川へ飛び込んだのか。大丈夫。それは三月も前のことですよ。まだ寒いほどの時じゃなく、その上米沢町のお茶屋に風呂が立っていて、船へ這い上がるとすぐお茶屋に送り込まれ、濡れた装束を脱いで一風呂温まり、にぎやかに囃しながら改めて夫婦の杯という寸法になっていたんで。呆れたもんだな。まったく呆れましたよ。信頼の合いの手で二人欄干の前に押し並び、南無阿弥陀仏かなんかでドボンと威勢よく飛び込んだが。まだ話があるのか。話はこれからが面白くなるんで。橋の下に船を入れて待ち構えた船頭がすぐ万両息子の半次郎を引き上げましたが、どうしたことか肝心の心中相手のおさゆが見つからねえ。船の中にはこの心中狂言の作者猪松と船頭の為五郎、救い上げられた若旦那の半次郎が3人だけ。埋め立て地の出がたりは何の役にも立たず、提灯が一つじゃ真っ暗な水の中に落ちた男と女を救う手が回らなかったのも無理はありません。大変な騒ぎになりました。その騒ぎに驚いて駆けつけた近所の人たちも、明かりがなくっちゃどうすることもできず、船頭の為五郎が水の中に飛び込んで船の下に吸い込まれて、
船底に張り付くようになっていた女を救い上げた時は、いい加減時が経ったんで、かわいそうにおさよは綺麗な人形のようになって死んでいたということです。芸妓が一人元柳橋から身投げをして死んだと聞いたように思うが、それはその心中の片割れだったのか。三月前、秋の初めの頃の話、平次もようやくその事件を思い出しました。これが表沙汰になりゃ、万両息子の半次郎は相対辞任の片割れで日本橋のたもとに3日さらされた上、委任頭の手に引き取られ人別を抜かれることになります。それは江戸の放棄で心中の流行に手を焼いた幕府は、心中崩れの男女に念入りの集体をさらさせることを考えたのです。ところが鍵屋のせがれ半次郎が日本橋にさらし者になったとも否認にされたとも聞かなかったでしょう。みんな金ですよ。鍵屋の主人源兵衛が千両箱を持ち出して思う存分の金をばらまき、おさよが一人水死したということで位置が栄えましたよ。それが本当なら随分気の毒なこったな。ところで話はそれっきりか。尺に触るがそれっきりですよ。もっともおさよが万両さんからもらったはずの500両はそれっきり見当たらず、本当にもらったかもらわなかったか、それとも人に取られたか、今じゃ見当もつきません。500両は大金だが、死んだおさよが六道船の代わりにあの世へ持っていったかもしれませんね。バカなこと。八五郎の話に平次は苦笑いしましたが、事件はこれでは済まなかったのです。第2章、心中崩れの詮索は平次も諦めるほかはなかったのです。鍵屋の小金が急所急所にばらまかれた上、死んだ者に口がなく、500両の行方さえ突き止める方法はありません。それから幾日か経ちました。薄寒い日が続いた挙句、妙に生暖かい日が続いて、このまま春になるのではあるまいかと思うような、ある朝、地震か夜直しか、それとも天と八五郎の大変が飛び込んでくる陽気だったのです。なんだ八、相変わらずそそっかしいぜ。いきなりドブ板を2枚跳ね返し、野良犬を蹴飛ばして格子を外すのは呈した芸当だ。それどころじゃありませんよ。またいい女の子が死んじまったんで。いい女の子が死ぬ度ごとに驚かされた死には寿命の毒だよ。いい女の子にもよるんで、これは親分だって驚きますぜ。誰だい。永泰寺門前山本町の美濃屋のお吉。そういっただけじゃ辰巳にも岡場所にも縁のなさそうな親分はご存じねえでしょうが、近頃深川一番の美人で、三月前に死んだ万両息子の心中の相手、おさよの妹分と聞いたら、なんかこうただごとでねえような気がするでしょう。大層な能書きだな。四六のガマだってそんなに長え口上じゃなかったはずだ。腹立っちゃいけません。ゆんべ八丁堀の組屋敷に泊まって、笹野の旦那のところで少しばかりお調べの手伝いをしていると、今朝まだ薄っ暗るうちに浜栗町の旧七親分がやってきて、ゆんべ鍵屋の若旦那の囲っている女が変死したというじゃありませんか。押し返して聞くと、その女というのは心中崩れのおさよの妹分で、姉より綺麗だと言われた美濃屋のお吉と分かって、ともかくも兵隊を渡って深川まで行ってみましたよ。お吉は19になったばっかり、本当にポチャポチャした可愛らしい娘でしたよ。踊り子には違いありませんが、あんなうぶで綺麗な娘はめったにあるわけありません。それが綿に包んだ姉様人形のように自分の床の上でそっと死んでいるんです。口を少し開いて真珠のような前歯が見えて、頬が生きているもののようにポーッと赤みがさして、目を半眼に開いて額が青白くって、あんまり綺麗だからそっと頬に触ってみると氷のように冷たくなっているんで肝を潰しましたよ。で、体に傷も何にもねえのか。へほどの傷もありません。胸を開けてみましたが、まだらも何にもなく、
口の中にも怪しいところがねえから夜中に頓死でもしたとしか思いませんが、十九や二十歳のあんなに丈夫で綺麗な娘が中にころりと頓死してもいいもんでしょうか。親分、お礼食ってかかってもしようがあるね。だからちょいっと行ってみてやってくださいよ。安良息子の半次郎もそう言うんです。銭形の親分にでも調べてもらって、人手にかかって殺されたもんなら敵を討ってやりてえし、頓死と分かったら頓死なら諦めるのか。なんでもねえ、あんな娘の命を召し上げた閻魔大王をとっちめて。こういった八五郎です。安良息子の妾が二人続けて死ぬ、それも綺麗な姉妹であったと聞くと、平次も捨て置きがたい気持ちになりました。何か金に明かして美人を漁るという半次郎に仇をするものか、または姉と妹に含むものがあるかもしれず、そのままに放っておく気がしなかったのです。第三章。平次と八五郎はすぐさま深川入船町に向かいました。昨夜の生暖かさが後も引いて、桜もほころびそうな日和です。鍵屋というのは一台に防腐を積んだ材木屋で、江戸の建築の半分は引き受けていると言われ、その金に物を言わせる横暴ぶりも神を恐れぬすさまじいものがありました。主人源兵衛は省略にかけては油断も隙もない人間でしたが、たった一人のせがれ半次郎にとっては蜜よりも甘い父親で、女房のおもんとともに親バカの見本のような存在でした。母屋は入船町の一角を占めて、間口十何軒の繁盛を使っている番頭を小僧を日雇い人足もおびただしいことですが、裏には三棟の土蔵があり、その土蔵の間にささやかな離れが挟まれ、その離れの中に繁次郎の妻お吉が住んでいるのでした。平次と八五郎が鍵屋の店口をよけて岡手口から入っていくと、下女の取り次ぎに驚いて主人の源兵衛が頭を出しました。銭形の親分だそうで、いやもうとんだ人騒がせをしてすみません。お吉と申す奉公人が病死したぐらいのことで、ともみ手干しながら恐縮しているのです。ちょいっと現場を見せていただきます。若旦那の半次郎さんもそれが望みだそうで。それはもう親分方に見ていただいて、どうしてこんなことになったか後々のためにもはっきりしておくことに越したことはございません。これよ小八郎殿、親分方を離れへご案内申すがよい。源兵衛の声に応じて、へえどうぞこちらへと飛んできたのは主人と同年配の55、56。主人の源兵衛が運動不足で太りすぎた体と王朝人らしい横用さを持っているのと反対に、痩せてシワだらけで青黒くて大狐のような感じのする男でした。お勝手口を離れて土蔵の間を縫いながら、そのお吉とやらをどうしてうちへ入れなかったんでと平次が聞くと、お吉さんは踊り子で金がかかっているにしても奉公人でございます。うちへ入れると嫁みたいになりますから、これから先若旦那の縁談にも差し支えます。するとお吉というものがあっても若旦那は別に嫁をもらう気だったのか。そんなことになりましょう。現に隣町の泉屋さんのお嬢さん、おてるさんという方と春になれば祝言することになっております。そんなことがあったのか。平次も妙な気持ちになりました。出かけ出かけは男の働きと言われた時代でも、親がかりの若い男が嫁をもらう前から目かけを抱えておくというのはちょっと想像もできない途方もなさだったのです。それにしても母屋から遠すぎるようだが。八五郎はそれが不思議でならないようでした。ごもっともですが、元ご隠居様が住んでおられた離れをそのまま使ったのと、若旦那様がこれがお好きだそうで。番頭九八郎のしわの中に落ちくぼんだ口にはほのかな霊笑が浮かぶのを平次は見逃しませんでした。離れは6畳と4畳半と
それにお勝手のついたささやかなものですが、材木屋の鍵屋の作らせたものだけに、それはなかなか隙を凝らしたものでした。鍵屋全部の敷地に巡らした板塀の中に囲まれて、少しの不用心さもないばかりでなく、土蔵の間の日向を受けて、これは飛んだ住み心地が良さそうでもあります。銭形の親分、飛んだご苦労で。迎えてくれたのは、八五郎とはもう朝のうちに一度会っている若旦那の半次郎、いうところの万良さんでした。八五郎が形容したように、当眼にどうとかしたような非凡の武男でもあります。甘やかされおだてられて育った一種の応用さはありますが、古才が効いて諸芸に一通りは通じて、人を人とも思わない始末の悪さがあり、決して感じのいい男ではありません。ふと気がつくと、両手にひっかきでもこしらえているらしく、二三箇所に公約を貼っております。案内されて六畳に入ると、お吉の死骸は床の上にそのまま美しく冷たく横たわり、弔いのことを聞くと、奉公人のことだから、いくら金のかかった体でも身内の者に引き取らせるほかはありません。万良さんの半次郎ははっきりしたことを言うのです。寵愛度を越してはいても、死んでしまっては葬式をしてやる気もなかったのでしょう。それにしても、この美女を手池にするためには、平次や八五郎には想像もつかぬ大きな散財をしたことでしょう。平次は一応お吉の死骸を見せてもらいました。出入りの本堂、内科医も間違いもなく頓死と決めた死骸から、平次は何を発見する自信もないのですが、それでも続いて姉妹の美女の死はただごとでないような気がしてならなかったのです。うち見たところ、死に顔にはほとんど苦悩の跡もなく、清潔できれいで、わずかにはっと驚いた小娘のような無邪気な表情があるだけ、頬のあたりに生き生きした血色さえ残っているのが不思議な美しさでもあります。十九になったばかり、おさよの妹といっても肉親でなく、おそらく親らしい親もなかったでしょう。生きているうちの華やかさに比べて、踊り子の死は哀れ深いものさえありました。一通り調べが終わると、とんだお邪魔をと平次は外へ出ましたが、ふと小戻りして、若旦那、ちょいっとお伺いしますが、死んだお吉はこの離れに一人で住んでいても怖がるようなことはなかったんですか？と妙なことを聞くのです。そんなことはありませんよ。板塀にはあの通り忍び返しが打ってあるし、土蔵と土蔵の間でどこからも来る道がありません。それに昼は大勢の奉公人もいることだし、一つ手を打てば係の小女が飛んでまいります。夜は私が来るだけで、もっともこの二晩ばかりは風の気味で、私もこの離れへは参りませんでしたが、親分にはご存知のないことでしょうが、恋の通い路は遠く寂しいほど面白いもので。お吉の死骸を前にしてヒヒヒヒと笑う万良さんです。八五郎はそれを聞くと、ぷいっと外へ飛び出しました。この万良息子の頬下駄を思い切り殴ってやりたい心持ちでいっぱいだったでしょう。第四章。平次は蛤町の旧七のうちに一休みして、その間八五郎にいろいろの噂を聞き出させ、平次自身も土地っ子の旧七から鍵屋とそのせがれをめぐる数々の話を引き出しました。あの万両息子の半次郎は芝居っ気で一平さ、本人は一角の濡れごとしのつもりだから手に負えねえよ。関わり合った女の子に角並み入れ墨を刺したり、心中ごっこをやってみたり、近頃は綺麗な妾を庭先に囲って忍ぶ恋人と来やがる。
自分の部屋の窓から抜け出して離れの窓から這い上がるんだってね。誰も見ているものがねえのにほっかむれなんかして。中年者の九七はいかにも苦々しそうですが、それも露骨に非難すると貧乏人のひがみらしく聞こえるので、日頃は見て見ぬふりをたしなみと心得ていたのでしょう。そのお吉に親しい男でもなかったのか。ジュークであの器量で踊り子だもの、親しい男がなかったらかだわだろう。それも遠くにでもいることか、あの鍵屋の手代で伊保之助という若い男、夫婦約束までした踊り子のお吉を主人のせがれにさらわれて陰で泣いているという噂だよ。その伊保之助とかに会ってみてえが。いいとも、わけもねえことだよ。今頃は材木置き場の方にいるはずだ。人をやってみよう。九七はすぐ子分の一人を走らせました。間もなくその子分が熱い帳面を持って耳に筆を挟んで気ぜわしそうにしている若い男を一人連れてきました。わしに御用だそうで。小腰をかがめるのを見ると、二十分四五の、これは本当にいい男ぶりでした。外にいることが多いせいか色は黒い方、目鼻立ちがくっきりして筆を噛む癖があるらしく、唇にちょっと墨のついているのも妙に愛嬌になるのです。仕事のあるのを呼び出してすまねえが、銭形の親分が少し聞きてえことがあると言うんだよ。九七は鳥なし顔に平次を引き合わせるのです。へえ、どんなことで。おめえは大層お吉と親しかったそうじゃねえか。平次はズバリとやりました。とんでもない親分さん、あの方はあしの主人の思いもので、私などもっともお吉さんが踊り子だった頃二三度会ったことはありますが、近頃はもう。伊予之助はひどく恐れいるのです。ああいい、恋仲の詮索をするわけじゃねえ。死んだお吉のためにおめえの知ってるだけをみんな話してもらいてんだ。隠し立てなんかするとお吉はかえそうに浮かばれめえぜ。すると親分。伊予之助は少しキッとなりました。キッとなるとこの若い男はなかなかいいところがあります。お吉が死んだのはどうというわけじゃねえが、お吉は普段なんか心配していたことはなかったのか。さあ、こんな暮らしをひどく嫌がってはおりました。伊予之助はたまりかねたようにこう言うのです。たった一人土蔵の間の離れに囲われた美しい囚人に悩みがなかったとすれば、それこそどうかしているわけです。そらどういうわけだ。さあ、よくはわかりませんが、若旦那の可愛がりようはありがたいけれど、というようなことで。伊予之助はあからさまには申しませんが、あの怪奇な万両さんの愛部にお吉は少なからず参っていたことは想像されます。ゆんべおめえはどこにいたんだ。店二階に休んでおりました。ほうばいら二三人一緒に。若旦那はお風邪の気味だとかで奥のお部屋に酔いからこもっていたようで。これが伊予之助から引き出した全部で、これより突っ込んで聞くと口をつぐんでしまいます。伊予之助を返すと入れ替わりに八五郎が戻ってきました。親分、あんまりいい聞き込みはありませんよ。でも少しあるだろう。鍵屋のせがれに娘をやるという泉谷平左衛門の店を覗きましたが、隣町の小さい材木屋で日頃お世話になっているから望まれて一人娘のおてるをやると言った。通り一遍のことだけですよ。鍵屋のせがれが少々身持ちが悪かったところで、屋敷内に絵掛けを買っておいたところで、泉谷にしてみりゃ百万両という武芸に娘をやるのは家の誉れで娘の出世のように思い込んでるようだから、こちとらとは物の考えようが違ってますね。それで平左衛門に会ったところでそんなこっちゃしようがねえから、裏へ回って下女を拝んでそっと娘のおてるを呼び出してもらいました。そいつはお手柄だ。百万両の嫁に望まれただけあっていい娘でしたよ。お品がよくって優しそうで、あしなら百万両とあの娘とどっちを取ると言われたら。安心しろ、誰もそんなことを言いやしねえから。物の例えっすよ。まったく大した娘で、
娘は何にも言いませんが、腹の中じゃ泣いていますね、かわいそうに。それっきりか。何を聞いても涙ぐんでいて、おしまいにはくるりと後ろを向いてうちの中へ飛び込んでしまいました。それからまだ話があるのか。心中崩れで死んだおさよのこともついでに聞き出してきましたが。そいつはよく気がついた。どんなことがあったんだ。山本町のおさよの家へ行って元の方々にいろいろ聞きましたよ。おさよにはいい男があったんですってね。うん。門前町の呉服屋友家屋のせがれで十三郎勘当されて出入りの職人のうちに厄介になっているが、こいつは鍵屋の伊予之助を草書で書いたようないい男で、その男と一緒になりてえが、お定まりの金がねえ。いやいやながらおさよは万両さんの半次郎の無理を聞き、500両の褒美を手に入れて、二人は所帯を持つ約束だったというから返そうじゃありませんか。で、おさよは死んでしまって500両の金もうやむやになり、十三郎は出入りの職人のところにもいつまでも厄介になっているわけにもいかず、地神売りも旬外れだし、先から先と知り合いや友達を頼って野良犬のような暮らしをしているということで。これは八五郎の持ってきた話の全部でした。どうも腑に落ちねえことばかりだ。この上とも念入りに見張っていつくれ。何を見張るんですよ。夜分十三郎と伊予之助とおさよが死んだ時そばにいたヤクザの猪松と船頭の為五郎と、それからおさよの死んだ晩埋立地で浄瑠璃を語った二人の男、そんなもんの中に近頃ひどく金づけの荒いやつはねえか。なるほどね。おさよと半次郎は泳ぎを知らなかったか。それなら上がったら。おさよは深川育ちで海も川も近いから子供の時はカッパのようによく泳いだし、半次郎は材木屋の若旦那で浜にはいかだにも材木にも乗るから泳ぎはうめえはずだ。浜栗町の旧七は言うのです。なるほど。泳ぎの心得がなくっちゃ心中ごっこは冗談でも橋から川へは飛び込めめえ。銭形平次も思い当たるのでした。第五章。それから三日も経たぬうちに万両息子の半次郎が殺されかけたという思いもよらぬ騒ぎになりました。八五郎が聞いてきたところでは、万両息子の半次郎が歩いているところへ屋根の上からいきなり石が降ってきたとか、材木置き場の塀に放り込まれたとか、いろいろのことがあった末、愛も変わらぬ夜遊びの帰り、入船町の入り口で暗がりから襲われて脇腹を刺され、厚着のおかげで傷は引っかきほどであったが、くせ者は幸い少しは武芸の心得もあった半次郎にとって抑えられ、浜栗町の旧七が番屋で調べ中という話です。そのくせ者は誰だ。萌屋の十三郎か。それともその十三郎なんで。十三郎は島田町の泉屋を覗いてみる気で来たんで、何にも知らねえと言い張るそうですよ。泉屋のおてるは鍵屋の嫁にという話のあった前は、友家屋の十三郎の言い名付けだったと言いますよ。そいつは旧七親分の見込み違えかもしれねえ。しばらく様子を見るがいい。余計な直径を出さずに。え。平次は一応注意しておきましたが、その明くる日、妙な訪問者に平次も驚かされました。あの銭形の親分さんにお願いがありますが、と言ってきたのは四十前後の分別者らしい女と十七か八の目の覚めるような娘でした。どなたでしょう。おしずが聞くと、深川の島田町の泉屋の者でございますが。ともかくも障子入れて平次が会ってみると、それは鍵屋の嫁になるはずの泉屋の娘おてるとそのおばのお今だったのです。八五郎がいさえすれば名乗らせるまでもなくよく分かっていたことでしょう。どんなご用で。と聞くと、泉屋の主人の妹というお今は、巴屋の若旦那の十三郎さんが旧七親分に縛られていきました。あの優しい若旦那が腕自慢で知恵自慢で、深川中のヤクザ者でさえ道を避けて通るという鍵屋の若旦那を殺す気になるはずもございません。あの時巴屋の若旦那は姪のおてるに会いたさに
島田町から入船町あたりをうろうろしていたことでしょう。どうぞ十三郎さんをお助けください。お今が弁じ立てるのをおてるは後ろに引き添うように袖の下からそっと可愛らしい両手を合わせるのです。詳しく聞くと、巴屋の若旦那十三郎は泉屋の娘おてると許嫁の間柄であったのを、泉屋の主人すなわちお今の兄でおてるの父親の平左衛門が金に困って鍵屋の世話になり、それから義理に絡まれて望まれるままに娘のおてるを半次郎の嫁にすることを承知したというのです。許嫁のおてるを万両さんの半次郎に取られそうになって、十三郎が悪遊びを始めたのは無理のないことでした。その相手が踊り子のおさよだったのは、万両息子の半次郎に対する復讐のつもりだったこともまたうなずかれます。しかし道楽が過ぎて十三郎は感動になり、おさよは500両の餌につられて水死してしまいました。十三郎は今更の後悔も及ばず、そっと泉屋のおてるかつての許嫁の顔を見る気で深川へやってきたところを、いきなり鍵屋の半次郎に取って押さえられ、九七に縛られたに違いないと叔母のお今は言うのです。現に十三郎はこの間から幾度も島田町のあたりをうろついて、世間の人の目にも留まっているというのも決してこしらえごととは思えません。お今とおてるが帰って間もなく、元柳橋から永代へかけて猪松と為五郎の評判を聞き出しに行った八五郎が、親分、いろんなことを聞きましたよ。苔が恋でも釣ったような勢いで飛んできました。金遣いの荒くなったやつは誰だ。平次は先をくぐりました。猪松も為五郎も近頃は大臣のような顔をしていますよ。いつの頃からだ。猪松は三月も前からだが、為五郎はついこの間からだそうで、飲む打つ買うの三道楽で銀山を掘り当てたような景気で、賭け事の好きなものは金を持っちゃいられねえものらしい。船頭の為五郎もそれに誘われて使い始めたこったろう。それから信内の太夫は、あの二人は相変わらず貧乏くさくて変わったところもねえようで、それから親分、変なことを聞きました。なんだい。元柳橋で船の底にひっついて死んだおさよの死骸を船頭の為五郎が引き上げたとき、おさよの体も着物も底辺な引っかきだったそうすが、そのとき立ち会った町役人が言うんだから嘘じゃねえでしょう。だんだん分かってくるようだ。猪松に会ってみてえがどこにいるだろう。浜町の賭場に潜ってるようで。連れてきてくれ。少しは脅かしても構わねえから。俺は浅草橋の番屋で待っている。へっ。八五郎は飛んで行きました。第六章。やがろう、まっすぐに白状しろ。ネタはみんな上がってるぞ。銭形平次はいつもになく高飛車でした。縄こそ打ちませんが、ヤクザ者の猪松は番屋の土間に引き据えられてすっかり震え上がっております。何を白状するんで、足をまるっきり見当もつきませんが。ああ、そんなことでごまかせると思うか。こないだっからおめえの使った金は50両や100両じゃねえ。その金をどっから出した。博打で儲けたなんて嘘をついても通らねえぞ。おめえは博打が軽っぺだで、勝負事で儲けた試しのねえ人間だ。そら親分、まだ言わねえ気か。よし、おさよ殺しの下手人であげちまってもおらんじゃならねえよ。言いますよ親分。いや、いいんでしょう。金はおさよを連れ出したお礼に鍵屋の若旦那からもらいました。わしはたった200両で、為五郎は300両。猪松はそれが少し不平だった様子で、案外ペラペラと喋ってしまいました。為五郎は何をやらかして300両をもらったんだ。川から這い上がったおさよをまた水へ突き落としでもしたんだろう。そんなことをするわけありません。船には明かりがあって、足もよく見ていたんですもの。いっぺん水の上へブクブクと浮き上がったおさよが船の底の方へ引っ込まれるように潜ると、それっきり水の上は出なかったんで、しばらく経ってから為五郎が川へ飛び込んで船の底の方からおさよの死骸を引き出しましたが。猪松の言うことはなかなかよく筋が通っております。なおも追求すると、心中を企てたのは若旦那の半次郎で、猪松は
おさよを口説き落として誘い出す役目を引き受け、タメゴロウは船を出しておさよと若旦那を救う役目、そしてこの心中ごっこを首尾よく果たした上は500両の褒美が出るはずで、その金はおさよにやるはずのを融通したものかどうか、そこまではわからない様子です。その時使った船はまだあるだろうな。元を柳橋のところに繋いであるはずです。亀五郎が釣り船に使っていましたが、近頃金が減って家業もほったらかしのようですから。それじゃあ案内しろ。ちょっと船を見て。平次と八五郎は井の松に案内させて元柳橋まで行ってみました。あの船ですよ、親分。亀五郎の船は赤だらけになって橋のそばにつなぎ捨ててありましたが、平次は何を考えたか五六人の人足を雇い、自分や八五郎も手を貸して船を岸に引き上げると、いきなりそれを川岸の草の上にうつ伏せにひっくり返してしまいました。お、これだ。なんと船の底には逆さまに植えたいっぱいの五寸釘。どうしたこっちでしょう、親分。八五郎にはまだ飲み込めない様子です。水に落ちたおさよが浮かび上がったところをもう一度引き込まれ、船の底に押し込まれてこの釘に引っかかって出られなくなったのさ。泳ぎの心得のあるおさよは一度水の上へ浮かび上がってまた船の下に潜り込んで死ぬわけはねえと思ったよ。すると船頭のタメゴロウを縛ってこい。井の松は元の浅草橋の番屋に預けておく。親分は？俺は深川へ行ってみる。平次の活動は疾風迅雷です。その足で平次は深川入船町に駆けつけました。タメゴロウなどの連絡を恐れて助手も下っ引きも誘ういとまがなかったのです。だが鍵屋の若旦那半次郎に会ってみて、今さら事件の容易ならぬ仕組みを悟っただけのことです。とんでもねえ。私がおさよを殺させていいものですか。あれは大金のかかった女で、と金持ちらしい尊大さで言われて腹を立てたところで何にもなりません。心中に誘っただけでも罪にはなりますぜ。冗談言っちゃいけません。私が踊り子などを心中に誘うものですか。橋の上で涼んでいてつい川へ落ちただけのことで。でも船の底には五寸釘が。そりゃタメゴロウに聞いてください。船底に釘を打ったのは岸へ上げるとき滑らないためかもわかりませんよ。これでは手のつけようがありません。もしやおさよを恨んでいるものでもなかったか、そんなことを聞きたかったんで。踊り子もあれだけの人気者は随分人からも恨まれましょう。ところで若旦那は剣術の方も呈したもんだそうで、お道具を拝見できませんか。そんなことならこちらへ来てください。私のはまことにつまらない腕立てで。半次郎は自分の部屋へ案内しました。申し分のない不審で部屋の外何度になっている板敷きの長与城には綿や小手、塗り胴や竹刀などが物々しくもかけてあるのです。おや、この綿は少し濡れているようですね。平次は綿についた刺し子の切れに触って何気ない調子でそんなことを言います。そんなことはありませんよ。もっとも使ったばかりの時は人間の息で少しは濡れますがね。面の下に変なものがかけてあるじゃありませんか。真綿が15、6枚。それもしっとり濡れていますね。厚く重ねた真綿は3日や5日じゃ乾かねえから。これを人間の顔にかぶせて剣術の面で押さえたら、相手はわけもなく死んでしまうことでしょうね。そんなバカなことが、第一、息がつけないから必死と暴れ出すことだろう。強い力で押さえつければ、女子供はどうしようもありませんよ。そういやあの日若旦那は手に怪我をしていたようで、2、3箇所公約を貼っていましたね。親分、言葉が過ぎはしないか。まるでこの私がお吉を殺しでもしたように聞こえるが。半次郎は没然として食ってかかるのです。町人の子でも鍵屋は江戸一番の長者で、名字帯刀まで許され一向山修復の御用も務める家柄。町方の御用聞き平次では、これだけの証拠があっても
その跡取りに歯が立ちません。平次がすごすごと帰ったのはその日も暮れてからで、用心したのうちには八五郎もぼんやり待っておりました。どうした八、元気がねえな。船頭の為五郎は飛んでしまいましたよ。上方通いの船へ乗ったそうですから、当分江戸へは来そうもありませんね。ところで親分は？俺の方も大しくじりさ。おさよとお吉を殺した下手人は分かったが、動きの取れねえ証拠はねえから、ぬけぬけと目の前にいても縛るわけにいかねえ。銭形平次もこの時ほど弱ったことはなき様子でした。でも天網開会でもどこかに締めくくりがあったのでしょう。その晩、鍵屋の息子半次郎が手代の伊予之助に刺し殺され、伊予之助は神妙にその場から自訴しました。その頃の掟で衆殺しは貼り付けと決まっており、伊予之助もこの極刑は免れなかったのですが、それっきりお処刑がうやむやになってしまいました。町内から除名の嘆願が出たのと、銭形平次の働きのせいもあったでしょう。伊予之助は三宅島に流されたとも、大阪で生きているとも伝えられました。その後平次は八五郎にせがまれて、あの万両息子の半次郎は悪いやつだよ。利口バカでやきもちがしどくって、あれが本当に人間のクズというもんだろう。おさよが金を山に積んでも思うようにならねえんで、心中ごっこに誘い出し、半次郎は泳ぎがうめえから船の底へ引きずり込んだのさ。着物が逆さに打った釘に引っかかって、表彰ぐれえの泳ぎじゃ自由になるもんじゃねえ。釘を打ったのは300両の金をもらった為五郎だ。へえ、悪いやつらですね。お吉は前々から伊予之助と親しく、金で値引いても半次郎のままにならねえから、これも合い引きごっこみてえなことをしてそーっと殺したのさ。濡らした真綿で鼻と口を塞ぎ、剣術の面をかぶせて押さえたら、そのまま息が詰まって虫のように死んだこったろう。後で対向者が見たって殺したはわからねえ。半次郎の手の傷跡はお吉に引っかかれたんだ。なるほどね。一度おさよにやった金を、おさよを殺した上で猪松と為五郎に分けてやる根性は憎いじゃねえか。それにあの芝居っけとやきもちはしどすぎるよ。もっとも男のやきもちは女のやきもちよりもしでえというよ。世上に亭主殺しより女房殺しの方がぐんと多いのでもわかるように。ふっ、風上にも置けねえやつらで。八五郎はペッペッと唾を吐くのです。でも嬉しいことが一つあるよ。桃江屋の十三郎は感動が揺れて、いよいよ泉屋のおてると祝言することになったとさ。めでたしめでたしやねえか。かっちは八丁堀の旦那におこごとを頂戴して、ちっともめでたがありませんよ。そう言うな。おこごと言いながらも、笹野の旦那は八五郎にも飲ませろと大した逆手を下すったぜ。気のつく方じゃねえか。貼り付けになる咎人をそっと逃したご褒美だ。そんなことは誰にも言うな。平次はまんざらでもない様子でした。野村古道作、銭形平次取り物控えより、万両息子、書室、オール読み物、昭和28年、1953年、1月号より、読み切り。